こんにちは、理学療法士の望月です。今回は理学療法士4年目の給与明細を公開します。はい、はじめになんですけど、今回は動画の前半で、給料を公開して、で動画の後半でどうやって稼いでいくかっていうのを簡単にですが解説していきます。で今回その給料を公開する理由なんですけど、給料についてそこまでこだわりがないっていうのと、やっぱ他の人の給料が分かると結構刺激になるのかなと思っています。で、結構僕の周りだと月収100万円クラスっていうのが普通にいたりします。で同世代でも普通の PT の2倍も3倍も稼いでる人っていうのが比較的多くいます。で、同世代でもそれだけ稼げるってことが分かると、やっぱ自分もできるんじゃないかって思う風になってきます。これスポーツで例えると分かりやすいんですけど、例えば 100m をトップランナーが10秒台で走っていた時代だと、9秒台で走ることは無理って、自然と、ブロックがかかっていたんですけど、誰かが9秒台で走り出すと自分も9秒台で走れると思って無意識なブロックが崩れていきます。でそうすると9秒台で走る人ってのが増えてきます。でこれ PT も同じだと思ってて、例えば50万円稼いでる人がいるっていうのが分かると、自分もできると思って、実際に稼ぐ人っていうのが出てきます。だから給料を公表していった方がメリットが多いのかなと感じたので、こういうリアルなお金の話っていうのもしていければと思っています。それがいい刺激になればいいかなと思います。はい。で、最近なんですけど、Twitter で時給1300円だったっていう投稿をしている理学療法士がいました。で、単純に8時間勤務だと月収20万ちょっとぐらいになるのかなと思います。で、これはやっぱ低いんですけど、やっぱ病院勤務の若手理学療法士だと、これぐらいが普通なんですよね。で、僕も1年目の時は総支給21万ぐらいで、手取りが17から18万の時代っていうのがありました。でやっぱこれだと結構きつくて、例えばなんですけど、家賃6万、光熱費1万、食費3万、携帯とか Wi-Fi で1万、交際費2万、勉強代2万、雑費で1から2万で、もうこれで16から17万円いってしまって、もうこれだけで給料が全部なくなってしまいます。やっぱこれだときついんですけど、僕はいろいろ転職とかしてそこから給料が上がって、やっぱ生活とか暮らしっていうのはだいぶ楽になりました。でそうするとやっぱ勉強に使えるお金も増えますし、やっぱ若いうちっていうのはお金は全てではないんで、一概には言えないんですけど、やっぱりお金はないよりはあった方が確実にいいと思います。で、それらも含めて、給料に対して考え直すいい機会なので、今回は4年目の僕の月収っていうのを公開しようかなと思います。で、高いか低いか思うには、人によって違うと思うんですけど、あくまで参考にしてもらえればいいかなと思います。で、結論に移ります。結論は、総支給が32から33万で、手取りが25から26万円ぐらい。だいたいこれぐらいですね。で、解説に移ります。で、総支給32が33っていうのが、基本給23、各種手当て7万、あと残業代2、3万円で、大体これぐらいの金額になります。で、手取りが、もちろん減るんですけど、健康保険が大体これぐらい、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税とかで、大体これぐらい引かれてるような感じになります。やっぱ厚生年金とか結構、この辺はすごい高いですよね。で、大体、この給料であれば節約して毎月10万円ぐらいの貯金ができます。で、プラス副業で今10万から20万ぐらい、プラスになっているので、さらにこの分も貯金とか自己投資に充てることができます。でも、やっぱ4年目でもこれ以上もらってる人っていうのも結構僕の周りにはいたりします。しかもそういう人っていうのは雇われてるっていうよりも、他の人に頼らずに自力で稼いでる人が多いです。もちろん金額は全てでないんですけど、単純にそういう人はすごいって思いますね。で、ここから後半に移るんですけど、どうやって給料を増やすかっていう話を簡単になんですが解説していきます。一つ目のパターンとしては職場で増やすっていうのが考えられるんですけど、これは経営者によって変わったりするので、難しい可能性が高いかなと思います。なんで職場で増やすっていうのは、そこまで期待できないと思います。もちろん給料が高い職場に転職しちゃうっていうのはありかなと思います。二つ目のパターンとして節約をするっていうのがあるんですけど、基本的には、収入引く支出って使ったお金で、残りがこう残るんですけど、なんでこっちの支出を減らせばこっちの収入が変わんなくても、こっちの残りを増やすことっていうのはできます。なんでこれ短期的にいいので、もちろんやっていく必要があるんですけど、長期的に考えた時にはあまり先がないので、その理由っていうのは、やっぱこっちの収入が限られてる限りは、こ
ちをどんなに減らしてもこっちが増えないんで、やっぱ最終的にはこっちの収入を増やしつつこっちも減らしていくっていうのが一番理想的です。なんで、まあ、長期的に考えるとこっちだけを減らすっていうのは難しいので、こっちも稼ぐ必要があります。で、まあ、もう一つのパターンとして将来に期待するっていうのがあるんですけど、これはいい例と悪い例があって、いい例に関しては、まあ、例えば、今の職場で学べる内容が多かったりとか、まあ、自分に必要なことを勉強しているっていう時とかは、まあ、例えば、まあ、金額、給料が低くても、まあ、自己投資だと思って、まあ、今吸収できるものをどんどん勉強していった方がいいんですけど、まあ、悪い例としては、例えば今の仕事内容を本当にやりたいかって聞かれたら迷うとか、まあ、例えばなんですけど、整形をメインにやりたいんですけど、それ以外の疾患が多かったりとか、まあ、他には仕事をしていてもつまんないとか、まあ、そういうのがある場合は、将来の期待っていうのは遠くなるので、まあ、自己投資というよりはちょっと少し無駄な時間も混じってしまっているようなイメージですね。まあ、なんでそういう人は本当に自分がやりたいことや必要なことを学べる場所に行った方がいいかなと思います。でまあ、次のパターンとしては副業で増やすっていうのがあるんですけど、まあ、なんだかんだこれが一番おすすめかなって思いますね。で、まあ一つ目のおすすめとしてはパーソナルトレーナーなんですけど、まあ、これに関しては、過去に岸田さんが動画で解説しているので、まあ、それを見てもらえるといいかなと思います。まあ、これ概要欄に貼っておきます。で、パーソナルトレーナーっていうのは PT として培ったスキルを活かしやすいっていうのと、実際に出来高制でお金が発生するため、まあ、どうやったら集客できるかとか、どうやったら継続して利用してもらえるかっていうのを本気で考えるんですよね。まあ、なんでこれは理学療法士として勤務しているだけでは経験しにくいことを経験できるので、非常にいろいろなものが得られる仕事かなと思います。で、二つ目は簡単な副業なんですけど、まあ、これは単純に訪問とか、まあ、クリニックだったりデイサービスとか、まあ、自分の今や働いている場所以外で働くような感じになります。でこれも昔片さんが解説してくれているので、これも概要欄に貼っておくので、興味がある人は見てください。でこれに関しては、今の職場では学べないことを学べるので、スキルアップにつながることが多いです。なので、例えば今の職場で整形と、まあ、中枢を見てるけど、本当は中枢だけ見たいっていう人は、例えば中枢を多く扱ってる訪問リハに行ったりとかして、まあ、そっちをメインに学ぶこととかもできます。なので、有効活用しやすいのかなと思います。でも他には週末開業とか YouTube とかブログとかあるんですけど、まあこれはちょっとなかなか、まあ、おすすめしにくい部分も少しあったりとか、また深く話すと長くなってしまうので、今回の動画はちょっと話が違うので割愛させていただきます。はい。で、まあ最後まとめになっちゃうんですけど、まあ、今回は理学療法士4年目の給料と、あと収入を増やすための、まあ、簡単な解説なんですけど、まあ、そういうのさせてもらいました。で、まあ、もっと話してほしい内容とか、もっとこれ詳しく聞きたいっていうのがあれば、まあ、それをメインの動画を作るので、また LINE アットとか、まあ、あとコメントとかでもいいので書いてもらえると、まあ、助かります。はい、今回はこれで以上ですので、まあ、少しでも参考になれば高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。